申し上げます。どうもお疲れ様でございます。今日も山形のお酒2品ご紹介させていただきますというか乾杯したいと思います。こちらの方は雪女神でふもとい、これ極限まですっきりとしたお酒を目指したお酒で、こっちがね花うゆで、先人たちの技術を受け継いで、そして本格的なお酒を作ったというね、もう本当伝統あるお酒です。格式とそして新しいお酒行ってみたいと思います。まずこの雪女神からいただきます。おー、香りがすごい、香りがね、フルーティーな、なんかマスカットのような。いただきます。おー、すっきりしてますね。あー、飲みやすくて、うん、あ、これなんか女神っていうだけあって女性の方いいんじゃないですかね。これ花うよ行ってみたいと思います。いきます。少し、ああ伝統、うん、なんか堂々としてますね。美味しい、深みがあってちょっと辛口ですかね。でこっちはすっきりしてるんで、天ぷらとかね揚げ物とかに似合うということで、今日ねマイセンの大好きなマイセンの弁当なんですよ。いやこれ最高のマイセンのとんかつで、こっちはねまあ本当に日本酒だけでもちょっと枝豆とか、塩辛とか、塩辛とかいいかもしれないですね。これね美味しいです。両方とも美味しいです。ちょっとマイセンの弁当もつまんでいただきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。カツの場合はこれ、うん、あ、合います。で今度、7月の30日、豊田に行きますんでお祭りに来てください。どうもまた会いましょう。